ゾイドワイルド本能解放ラジオ。皆さんこんばんは。ゾイドワイルドキャンディーの声を担当しています生田洋次です。皆さんこんばんは。ゾイドワイルドキャビアの声を担当しています奈良徹です。この番組ゾイドワイルド本能解放ラジオはテレビアニメゾイドワイルドの声優キャストが駆けつけ、日常のいろいろなことに対して本能を解放する番組です。さあ、そして MBS からはこの方。皆さんこんばんは。ゾイドワイルド宣伝担当の MBS の鈴木健太です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、さあ、そして今日はもうお一方、シリーズ構成の広田光孝さんにもお付き合いいただきます。広田さん、どうぞよろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。1週間スタジオに泊まり込んでおりました。長かったでしょうね。お待たせしました。一人の夜は寂しかったんじゃないですか。でもお風呂もあって快適でございました。ありがとうございます。 MBS さんとにも。なんでいきなり嘘ついちゃうんですか。なんで冗談しちゃうんですか。この世界で生きてる。あんまりあんなテンションだったんです。本物のシリーズ構成のご担当の方ですよね。あ、そっか、そこ疑ってみたくなりますね。これだって今怪しい人来たなってなってません。大丈夫ですか皆さん。一週間泊まり込んでる。全て嘘の話って思ってしまうんですよ、それ。事実ですよね。聖書はいろんな人たちがいろんな今後期待しているようなお話をさせていただいたのに。はい、すいません。いや、もうちょっとね、はい、あまりにもこう、はしゃぎすぎたかなともう思ったんで、ちょっと帰り道、千代田線の中ですっごい反省をしました。リアルですね。なんだろうと思って、一応始発で帰ったんですけれども、始発千代田線でもうなんか、意味もなく周りの視線が痛いなっていうような感じ。中に追い目が出ちゃうんでしょうね。ね、変なことでやってしまうとね。こういう公の場でなんかいろんなこと言って、そうずっと煩悩を解放してしまったりすると、煩悩を解放しましたよね。垂れ流しっぱなしなんじゃないかって。もうちょっとね、早く誰か俺のゾイド機を受け取ってくれみたいな。ね、誰か俺を閉めてくれみたいな。デスブラストですね、完全に。ね、はい。今日はなんか広瀬さんは今日はどういうようなお話をしていただけるんでしょうか。いや、単純に南北線乗っててなんか、はい、あ、そういえばやってると思って。いや、居酒屋じゃないですから、立ち飲み屋じゃないですから。終電で降りちゃった。終電で降りちゃった。終電で降りちゃった。ここまでちょっと待ってようかな。始発と終電しか乗らないですよ。ものすごい1階の受付っていうか、もう警備員さんになんか睨まれちゃいました。大変でした。さあ、というわけで、12年ぶりに動き始めました最強メカ生命体ゾイド。最新作のゾイドワイルドが毎週土曜日朝6時30分から MBS TBS 系28局全国ネットで放送しています。ストーリーとしましては、新しい町を訪れました嵐たち。そこでソースに遭遇し、デスメタルを首になった個性的なキャラクターも登場したという回でございましたが、もしまだ見ていないという方、もう一度見たいという方は民放公式テレビポータル TVer、 そして MBS 動画イズム、YouTube タカラトミーチャンネル、コロコロチャンネルで見逃し配信が1週間限定で行われていますので、ぜひご覧いただきたいと思いますが、します、ね、でもせっかくそうですよね、広瀬さんお越しいただいたので、はい、ね、最新話ですね、こちらのお話なんですけれども、はいはいはい、18話ということになりました。はいはいはい、こちらのお話、はい、ね、全体通してどういう、ね、ところにちょっと注目してご覧いただきたいか、ポイントなんかがあれば。18話、まあ、私書いた話じゃないんで、まあそういうケースあるでしょうけど、そこはちょっとなんか言っとかなきゃダメ。でも分かります、そういうのは分かりますけど。そうなんですか。そうだ、電車気にしちゃってるから。帰りたいの。飲み屋じゃないって言うじゃないですか。そう、ね、じゃあここでまあちょっとこうね、舵を切って、ね、自分で言っちゃうんですね。18話の話です。そう、まあ、ソースにも遭遇して、ソースねって感じの。はいやはいや、あの3話で、はい、シュプリーム団がね、一旦解散というか、あのみんなチリチリになってそれぞれの民に出てしまって、はい、まあ、その後に、登場したのが、まあ、黒アメがその後に、まあ、グラキオサウルスと登場して、でその後には、まあ、ベーコンとそれからキャンディも登場しましたよね、うん、あのデスレックスの時に、まあ、もちろんその時にみんな一瞬出てはいるんですけれども、はい、メインの形で出てきて、でその中でそろそろこう女性もう一人、カブタに乗っていたソースを登場させたいなというのがまず一つありまして、まあ、適時そのやっぱシュプリーム団が、旅をしている、そう、足跡というか嵐の時間軸に生きているんだよっていうことをきちっと見せたいなというところがありましたので、まあそのソースの登場というのをまず一つのなんていうかな、こう見せ場にしたいなというところで、まあ話がまず始まったっていうのがありましたね。で、もう一つのその
軸である代表 Z、 子代表 Z ですね、はい、その Z の話についても少しこう歩み寄ってみようかということで、煽って煽って煽ってねーんちゃってみたいな、何なんだみたいな、まだまだ正体は見せませんよ。まあそうですよね、まだ18話なんですよ、まあ、そうですよね、まあ、ぶっちゃけ18ですからね、18話まだまだね、皆さんにはねこうやきもきしていただきたい、こいつなんだよ秘宝ってってみたいな、いつ見られるんだろうなという感じなんですけれども、はい、宝というもの概念、非常に今後この Z に絡めての大きなメッセージになるということだけは申し上げていいと思うんですよ。はー、宝とは何なのかっていうところが非常に大きな意味を持ってくると思います。急にシリーズ個性って感じの顔を出していらっしゃいましたね。ね、表情が下ろされちゃいますからね。でも僕は正直ずるって思いましたからね。すごい大事なんですよ。しかも、ね、すごくなんか響きましたよね。はい。さあそれでは今日も始めていこうと思います。これのキックオフコールですが、今回は生田さん、はい、はい、よろしくお願いします。はい、では今回は僕の方から行ってみたいと思います。行くぞ、本能解放ワイルドブラスト。この番組はゾイドワイルド制作委員会の提供でお送りします。新種発掘ゾイド研究室。ゾイドワイルドの世界にあるとある研究室。この研究室では日夜ラジオに投稿されたゾイドを研究し、報告された化石から新たなゾイドを復元しています。ゾイドワイルドの世界では、科学者やデスメタル帝国が世界あちこちに眠る化石に特殊な電流を流して復元しています。このコーナーではリスナーさんからいただいたお便りを中心に、どんなゾイドがいたら面白いのか妄想していきます。さあ今日報告された化石ご紹介します。こちらカタツムリ。いつも同じもね。そうですね、なんだろう、ありがとうございます。なんでしょうね、もう先週からですね、広田さんが声がいいんすよ、そうなんですね、そうなんですよ、声がなんか倍音響かせて、はい、いい声で喋ってらっしゃるんですよ、そんなことないですよ。あっとね、もうずるいわ、もうずるいわ、もう紹介されて、ちょっとこれで真面目にちょっと声優っぽいことやっておこうかなってちょっと思いました。なるほど、さあ今回はカタツムリでございます、はい、佐賀県にお住まいのゾイドネーム南王子さんからいただきました、はいはい、ゾイドワイルドのテーマは絆ということで、僕たち人間に馴染み深い生物の研究をお願いしたいです、リクエストはカタツムリです、田舎住まいなので結構カタツムリには愛着があります。ぜひカタツムリのゾイド化をお願いしますとメッセージが来ていますが、はい、カタツムリ、でんでんむしむしカタツムリのイメージですよね。本当に殻がついてて角やり分かんないですけど、あれ、はいはい、目か分かんないですけど、あれが飛び出る雨の日に出るぐらいの認識ですよね、カタツムリ。それほど生態については詳しくないって感じですか、ね、生態については分かんないですね。子供の頃は普通にいましたけど、それこそ、はい、まず生態についてお話したいんですが、カタツムリにはちょっといきなり難しい言葉出ますけれども、雌雄異体、オスとメスが分かれているものと、雌雄同体、オスの機能とメスの機能を一匹が兼ね備えているという種類もいるということです。つまり後者雌雄同体の場合、一匹での繁殖が可能になると。すごいですよね。で、まあこれはまあパートナーが見つからない時の最終手段ということで、基本的には他の動物と同様にペアを探して行動するそうです、はいはいはい、でカタツムリのこの雌雄同体の種類の一部には繁殖にまつわる驚きの行動を行うものがあるということで、カタツムリは交尾をする際、恋歯、これ恋の矢と書くんですが、恋歯と呼ばれる鋭い矢を出します。それをお互いに突き刺すことで相手を刺激するほか、特殊な分泌液で卵子の受精を手助けするということなんですね。ただまあこれ表向きの理由でありまして、実はこの恋歯で刺されたカタツムリの身体、体には驚きの変化が起きるということです、なんと相手の生殖能力を低下させて寿命も短くしてしまうと。寿命も、そう、
恋のキューピッドは天使じゃなくてカタツムリだったんですね。カタツムリだったんですね。キューピッドって言えるのかしら。でもこれそうなんですよ。恋に落ちるともう死んでもいいってなるじゃないですか。でもこれと私死んでもいい自分側じゃないなこれ相手側だな相手ですね。刺してるんですからね。そうで刺されると他のカタツムリと交尾をしたくなくなるということなんですよ。いません。すごい広田さん笑ってね。ゲスな意味があるんでね。今日お酒飲んでない大丈夫ですか。大丈夫。終電降りてきちゃった。終電降りてきちゃってるっていうのはどういうことなんでしょうね。まあけどそうか、生命体というか子孫を残していくためには能力的にはまあ必要なんですよね。こういうね、その生殖能力を低下させる、まあその浮気をさせないも自分だけのみたいな。そうですね、浮気予防策、自分の子孫を残すためですもんね。はい、でんでんむしむしカタツムリ、ね、はい、歌がありますけれども、この角出せ槍出せ頭出せの槍の部分はこの連歯の箇所だそうです。じゃあ目でもない。でまたこのカタツムリのトレードマークなんですが、ね、渦巻きの殻ありますよね、はい、小さいお子さんの中には殻を取ったらナメクジになるなんて思ってる方もいるかもしれません。違うんですか。ちょっといい声で、違うんですか、はい、ですがこれ大きな間違いでして、はいはい、殻をなくしたカタツムリは死んでしまう可能性があるということです、ね。でこれカタツムリの殻は体から染み出した炭酸カルシウムということで石灰で形成されてるんですね。で中にはその内臓の一部も含まれていて血液も通っている、通ってるということで、例えばその殻に穴が開いてしまった場合、生物の傷口が自然に治っていくように殻の穴が塞がっていくわけなんですよね、はい。でこの皮膚をズル向きされていくようなもんなわけです。イメージで言うと本当にそういうことですよね、人間でいうところの、はい。でこの殻を維持キープするためには多くのカルシウムを必要にするということで、まあ皆さんこの雨の日なんかにそのブロック塀とかにカタツムリがひっついてるなんて光景見たことあると思いますけれども、はい、いましたね。あれはアスファルトをおろし金のような歯で削り取ってセメントに含まれているその石灰岩のカルシウムを摂取しているということなんですよ。で取り入れてるわけなんですね。で殻の再生なんかに役立っていると。おろし金のような歯がついてるんですね、うん、矢は出すしおろし金の歯だし、ね、なかなかに凶暴な、これは採用できそうですね、ゾイドに。これはいきますね。そうですよね。その他カタツムリは寒さにも絶対的な耐久力があるそうです。はい、そういうイメージないですね。ね、マイナス120度の極寒の中で凍りついたカタツムリ、元の温度に戻すことでまたいつものように動き始める、うん、凍ったらなくならないんです。コールドスリープ的なことになるみたいなことなんでしょうね。ロマンがある。好きなエリアだ、好きなやつ。冷凍睡眠ですよ。いやいいな、なんか長年の時を経て、うん、なりたいかもしれない、ね、なりたいじゃあ電子に刺されたらとりあえずコールドスリープで一回時間止めればいいかな。刺されたってこれパッと俺はコールって感じ、ね、そうですね。ね、自らは凍れないっぽいですよ。寒いとこで凍っちゃうんですよ。でもそれが出たらすごいですね。もう自分から凍ってこ うできちゃうなんていう、そんなようにできたら ね、ゾイドだったらそんなことができるかもしれないですけれども、生物の極限超えてますよね、やってることね。そうですね。さあということで今回はカタツムリの生態について紹介してきましたが、そろそろ時間ということで気になるな、はい、すごい今日はなんかすごい前向きな感じ。いやもうそうなんです、僕すごいね、やっぱりカタツムリ、まあ、先ほどあのコールドスリープってありましたけど、やっぱりねそういうコールドスリープとかやっぱ連死ですか、こうやってビッと刺してね敵を弱らすとかね、やっぱそういうの気になるんですよね。でんでんムシムシのカタツムリしか僕は思ってなかったんですが、やっぱそこからこうやって膨らんでたカタツムリ、いやどんなデスブラストをかましてくれるのか僕は非常に気になります。気になりますよね、奈良さん。なんだこの流れ。さあというわけで今回奈良さんにお願いできればと思います。今生田君がなんかいろいろしたな、はい、はいはいはい。さあそれでは奈良さんお願いいたします、はい、はい。強制解放デスブラスト、あんた私だけのものなんだから凍らしてやる。
広田さんのキャラをいただきました。いやもう最高ありがとう、ありがとう、完全にあなた私だけのものじゃないんだ。ドロドロってる、ドロドロってる、ありがとう、ありがとう、強制解放素敵。どこまで解放してるんすか。2丁目じゃないんですよここは。これが私の本能。広田さんどういう解放になっちゃうの。解放じゃないですよ本当に。ここから働き行くんじゃないですか。大丈夫ですか。そろそろ我々凍らされちゃいますから。ないっすよ。練習は打ってくれない。練習誰かに凍らされます。誰か打ってくれ練習を。俺だけのものだろって言われたいね。どんなキャラなんすか。何始まってんすかここで。もうびっくりする。なんでしたっけ技目。忘れちゃった、忘れちゃったよ。技目じゃなかったよ。そもそもセリフだよなんかの。あんた私だけのものなんだから凍らしてやる。これも説明はいらないから。もうね、そういうことはもうもうなんかいいから来週のお題でも紹介しようかな。ね、それどういう技なんですか。凍らしちゃう。うんでしょうね。勝てる気がしない。勝てる気がしない。あれでもフリーズ系ないですよね。今まで。ああそうか、そうか、ね。今までないですよ。ないですよね。技として凍らせるっていうのって出てきてないです。確かに。開いちゃいましたね、新しい道、いろんな扉を。じゃあ二人で脚本会議行こうか。いただいちゃいますよ。いただいて。とりあえず初が動くまでじゃ待ってください、ね、今後出てくる可能性ありますか。そこコーラス系というか。コーラス系ね。いやだって僕今これだけ驚いたんですよ自分で。あ、なかったっていうことは、うん、今後は出てこない可能性の方が。いやまだね、あの番組はまだ中盤にも差し掛かってないですからね。そうですよね。ちょっとあの帰って監督ほか制作サイドと相談してみます。急に真面目な、急に私立高生の話なんですよ。ずっと監督と相談してみます。ブースの外でなんかないないないって言われてる俺今。ブースの外からすごいバズマーク出てる、ね、わさあというわけでね、今回はね、夏さんに、はい、そういうのを、していただきましたけどね、はい、このコーナーでは、研究室に届いた化石から新種のゾイドを研究していきますということで、はいはい、来週の、研究対象ですね、こちらは静岡県ですね。静岡県にお住まいのゾイドネームポロキーさんからいただきました。シャチでございます。これはもうギャングじゃないですかね。うん、海のギャングじゃない、最強と言われてるね、海でも ね、 そうですね、はい、一体どんなゾイドなのか、うん、皆さんからのお便りをお待ちしております。はい、以上新種発掘ゾイド研究室でした。ゾイドワイルド本能解放ラジオフリーダム団掲示板。さあこのコーナーではゾイドワイルドの気になる情報をお届けしていきます。まずは新たな玩具の情報です。嵐との絆が限界期を超えることによって新たな力が解放された覚醒ワイルドライガーが11月の10日に発売されます。そしてダイオウグソクムッシュのグソク、そしてステゴサウルス種のステゴゼーゲも仲間入りでございます。それぞれ11月の24日に発売になります。皆さんぜひゲットしてください。ぜひ、はい、かっこいいですよこれ。かっこいい、これが登場する、はい、ところでも、うん、そうですよね、登場し非常に期待していただきたいですね。覚醒ライガーもグソクステゴゼーゲ、はい、素晴らしいですよ。さあそしてもう一つ耳寄りな情報でございます。全国120店舗のファーストキッチン、そしてウェンディーズファーストキッチンでゾイドワイルドのタイアップキャンペーンが始まります。こちらは期間は11月の1日から12月31日までの2ヶ月連続のタイアップとなります。11月の1日から11月30日までの1ヶ月間は、商品購入時のトレイマットでキャンペーン内容をお知らせします。さらにトレイマットの QR コードを読み取ることでゾイドワイルド5話分を無料で見ることができます。すごいすごいですね、はい。また店内放送では小野賢章さんが声を担当します主人公嵐のメッセージ、そしてオープニングテーマジェジュンさんが歌いますディファイアンス、こちらを聞くことができます。はい、さらに11月22日から12月中旬までの期間ですね、キッズセット販売店全国100店舗でキッズセットをご注文いただきますと特製のカスタムステッカーがゲットできます。大人は買っちゃダメなんですか。大人は買っても大丈夫ですね。いいですかね、はい、あ、そうなんですね、うん。そして12月6日から12月31日までの1ヶ月間はゾイドワイルド特製オリジナルポテトを販売いたします。はい、はい、こちらポテトを注文した方にはオリジナルステッカーをプレゼントしますので、うん、ぜひこの期間ファーストキッチン、そしてウェンディーズファーストキッチンにお立ち寄りいただきたいと思います。はい、はい、詳しい情報はゾイドワイルド公式ツイッターやホームページをご確認ください。
以上フリーダム団掲示板でした。ゾイドワイルド本能解放ラジオ、本能解放ワイルドブラスト審議会。このコーナーではリスナーの皆さんが日頃生活している中で感じた思わず本能解放しちゃった瞬間をご紹介していきます。はい、喜怒哀楽が思わず出てしまった瞬間、人目もはばからず思わず感情が爆発してしまった瞬間など、たくさんのメッセージをいただいています。はい、メッセージを採用させていただいた方には番組オリジナルの缶バッジをプレゼントしていますということで、今週はどんな本能解放メッセージが届いているんでしょうか。メッセージの紹介、まずは生田さんからお願いしてもよろしいでしょうか。はい、大阪にお住まいのゾイドネームアニサマーズーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。僕は朝刊配達のバイトをしながらこの番組を聞いています。今年は台風の直撃を2度も食らいました。ありましたね、台風でかいの。はい、嵐のおじいちゃんね。あ、台風そうですね、うん、続けていいですか。ごめんなさい、田中さんだったかな、はい、そうですね、間違ってなかったです、はいはい、正しい情報だったです。正確な情報、正確です。続けてください、はい。あの東から西へ移動したヘンテコリンな12号そして20号です。猛烈な風と雨で新聞は折りたためない、あちこちから物は飛んでくる、まさに修羅場でしたが、怪我もなく無事に配達を終えることができました。負けてたまるか、本能解放ワイルドブラスト、暴風粉砕電撃バリア。配達中にこの本能解放ワイルドブラストし、なんとか怪我もなく無事に配達を終えれたと。ワイルドブラスト名が生田君と通ずるものがありますね。そうですね、語彙が、キャベラリーがそうですよね。やっぱ聞いてくださってるのがよくわかります。そうですよね、このラジオ聞きながら電撃バリア、イズムを感じますよね。感じますね、生田君の教育がこう届いてるんですよね。届いてる感じですね、はい、もしくはただもう単純に同じ、はい、同じ領域ので、はい、まあ、生きてきたっていうことですよね、はい、バックグラウンドが似てるとか、はい、そうですね、そういうことだったりとか、はい、キラキラしてるんですね、はい、そうですね、はい。そう、さあそして続いてのメール参りましょうか。はい、続いては奈良さんですね。はい、はい、それでは長野県にお住まいのゾイドネームヒュードロ会議さんからいただきました。ありがとうございます。この前駅のホームで前を歩いていた女の人のマフラーが強風で飛ばされて僕の近くに飛んできました。普段はどんくさい方ですが何も考えずに体が反応してそのマフラーを見事キャッチ。おお、その女性からもすごく感謝されてとてもいい気分になりました。自分の限界を超えた気がします。もしかしてこれは本能解放なのでしょうか。あら、なんか素敵な出会いになったのかしら。そう、なんか気になりますね。気になりますね、なんかひょっとしたら絆結んでたのかな。あ、ゾイドキーもらったんですかね。赤い糸じゃなくてマフラーだったよみたいな。あ、そうですね、いいんじゃないですか、なんか気になる。そうですね。でもこれ当然あのお返ししてるんですよね、うん、お返しして感謝して、うん、ってことは会話は少なくともしてますもんね、うん、これがね、はい、小さな子をこういうことが、そうですよね、うん、人間の深みと厚みが、はい、もし、もしこの時お話ができてなかったとしても、はい、駅で会ったってことは、ひょっとしたらまた、ね、そうですね、また会う機会もあるかもしれないですからね、はい、だから本当に赤い糸がひょっとしたらあるのかもしれないですよね。マフラーが結ぶ粋な絵にしみたいな。絵にしじゃねえ、絵にじゃ絵にしでいいんじゃ、絵にしでいいんじゃ、絵にしと間違えましたね。いや素敵なお話、ね、でもそうだから本能解放の入り口ですかね、うん、入り口って感じ、覚醒したのかもしれないね、そうですね、だからここからね、そういいんじゃないですかね、素敵ですね、はい、はい、という2つのメッセージをいただきましたけれども、はい、そろそろお時間ということで、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。メッセージを紹介した方には番組特製グッズをプレゼントしております。フリーダム団、シュプリーム団、そしてデスメタル帝国のエンブレム缶バッジになってます。3つのうちどれになるかは届いてのお楽しみ。たくさんのメッセージお待ちしております。メールアドレスです。メールアドレスは小文字で zw@mbs1179.com、 小文字で zw@mbs1179.com です。あなたからのメッセージお待ちしております。以上、本能解放ワイルドブラスト審議会でした。
イドワイルド本能解放ラジオ。この番組はゾイドワイルド制作委員会の提供でお送りしました。ゾイドワイルド本能解放ラジオエンディングのお時間です。さあ、はい、というわけで、うん、今回も、ね、広瀬さんにご登場いただいたわけなんですけれども、はい、広瀬さんいかがでしたか。あの缶バッジかっこいいですね。あ、そう、メールをね、採用させていただいた方に差し上げる、ね、シュプリーダムダンとプリーダムダンとデスメタルの、はい、なんかもうそれで今全部魂そっち持ってかれちゃいますよ。さっき紹介してた時にかっこいいなバッジとか思って、あれかっこいいですよね。これまた一週間僕泊まり込みですね。あ、それは缶バッジを狙うためにですか。盗むのかみたいな。3回出たら3個もらえるみたいな。そうそう、3回出ればっていうような感じでしょうがないなっていう感じで。そのしょうがないはないでしょ。ないない。すいません、お騒がせしました。で、シリーズ構成を担当してらっしゃると、多分ですか。いや、これ2週で本当に大嘘だったらもう本当に殴りますよ。本当にすごいですね。主人公が嵐っていうだけありますよね。嵐のようにいらっしゃいます。本当に、はい、今日もね、なんか途中なんかちょっとお姉キャラみたいなの出てきたじゃないですかね。ゾイドワイルド、あ、でもこれ本当にね、あの確証を得るためにちょっと聞きたいんですけど、ゾイドワイルドちょっとお姉っぽいキャラクターもいますよね。なんかキャラで出てきてはいるかもしれないけれども、別にそういうことを私らが前に出そうと思ってるわけじゃない。いや、出してんじゃないですか。すげえ主体的に出してるじゃないですか、もう今。今すっごい笑顔です。多分ヒロスさんのアイデアなのかななんて思いながらちょっととっても楽しい感じで。そうなんですね。よかですね。なるほどね。本物なんだなって思いました。やっぱりそういうね、ヒロスさんのカラーが、このサービス精神があの脚本を生むわけですよ、ということがね。あ、でもね、いつも言われるんですよ、あの、はい、脚本をこういろいろと意見って書いてて、はいはい、ヒロタさんの脚本って普段の会話ほど面白くないんだよねって言われて。何それ。どうしても落とさないと気が済まない。よく言われる。難しいな、普段の会話ほど面白くないなとか。あと口でこういうやりたいって説明されたらすっげえ面白くなりそうと思って書いて字になったらそういうことでもないよねってよく言われてもう俺ずっとだからもう喋ってるしかないんですよ。脚本会議の間でこういうことですみたいな。ないです。喋り担当、出しゃり担当で何も仕事してないんだろうみたいな。複雑。それであのゾイドの面白さですよ。そうですよね。だから、じゃあもうずっと喋り続けてくださったら、さらに面白くなるわけですよ。そうですよね。恐ろしいことですよ。もう端的に言って各話のライターさんが皆さん優秀なんです。あ、責任者な感じがしました。今週土曜日アニメ最新話第19話でございますけれども、はい、19話もね、はい、見どころたっぷりと、19話で非常に見どころございます。はい、なぜこんな目をしていることを私書きましたね。はい、19話はハード路線と言いましょうか。ちょっとこう厳しいハードル世界の中で、嵐にはまたちょっとこう辛い壁というか、それを待ち受けているというのと、それからそのゾイドの動き、戦いも非常にこう見どころが多くなっていきますので、非常にご期待いただきたいと思います。ぜひ、ぜひ。どういう話かさっぱりわかんないなって感じでしたね今ね。いやいやいや、ポイントは見たくない、見たくない、ちょうどいい具合だと思います。最新話ぜひね、はい、ご覧いただきたいと思います。ぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、それではまたお耳にかかりましょう。ここまでのお相手はキャンディー役の生田陽次と、キャベア役奈良徹と、 MBS の鈴木健太でした。そしてシリーズ構成を多分やってます広田光隆でございました。ありがとうございました。それでは締めのコールは僕が担当させていただきます。強制解放デスマスター。